マーク・スティーブン・ベルことマーキー・ラモーンはアメリカ合衆国のラモーンズの2代目ドラマー。1978年から1983年までの約5年間と1987年から1996年のラモーンズ解散まで通算約14年間ラモーンズのドラマーとして活動した。これはラモーンズのドラマーの中で最長である。またラモーンズの現存メンバーの中で 唯一のロックの伝道の受賞者。ベルは1971年からヘビーメタルバンドダストでドラムプレーを始めた。1972年11月にニューヨークドールズのオリジナルドラマービリー・マルシアの死に伴い時期ドラマーのオーディションが行われ、ベルはオーディションに参加したが厳正な審査の結果、ジェリー・ノーランが選ばれた。1976年にベルは リチャード・ヘルボイドイズに加入し、ファーストアルバムブランクジェネレーションで演奏した。1978年5月ベルは、ラモーンズのオリジナルドラマートミー・ラモーンに代わって、ラモーンズに加入。それに伴い、マーク・ベルからマーキー・ラモーンに改名した。またトミーはその後も、ラモーンズのサポートを行った。マーキーは1978年5月から、 ラモーンズのドラマーとして活動していたが、マーキーのアルコール依存症が原因となり1983年2月にバンドを脱退するように言われた。その後マーキーが落ち着きを取り戻し、1987年8月からラモーンズに復帰1996年10月のラモーンズ解散までラモーンズのドラマーとして活動し続けた。1996年マーキーは、 D.D. ラモーンのラモーンズトリビュートバンドザリーマインズに加入し演奏した。2000年マーキーはジョイ・ラモーンのソロアルバム Don't Worry About Me にドラマーとして参加した。またジョイはラジオパーソナリティ上フランクリンのトークショーでマーキーについてマーキーはキースムーンと共に好きなドラマーだと述べた。現在もマーキーは世界中でドラムを演奏し続けている。ここでは ラモーンズ時代から現在のドラムスタイルについて研究する。ラモーンズ加入後初期は高速8ビートに苦戦しているように見えたが、年々独特なスタイルを確立し、不動のラモーンズ超高速ドラマーの地位を確立していった。一般的に高速8ビートとはアップダウン奏法で行うものだが、マーキーは手首のみで8ビートを刻む。 1987年からの復帰後は、マーキーの最盛期にふさわしいような、超高速エイトビートを叩いている。特に90年から92年頃までは、ハイタムの横にハイハットを設置し、高速なエイトビートが要求されるときは、タム横のハイハットで、ハイハットクローズで高速エイトビートを、正規の白数で叩いている。十三年頃から解散までは高速で、単調めな曲は、 スネアドラムで曲とのリズムを取り、ハイハットはできる限りのスピードで叩くというスタイルになってきた。現在、ラモーンズの曲などを演奏する場合、アレンジを加えることが多い。2005年からマーキーはシリウス XM ラジオの番組、パンクロックブリッツクリーグのラジオ DJ を務めている。ありがとうございます。